中学入試、頭の回転が少し必要な図形の両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。このように長方形と2つの円があります。長方形の縦の長さは10センチで、2つの円の半径はともに4センチです。図のあと、いと、うと、えの部分の面積の和が図のおの部分の面積と等しいとき、長方形の横の長さを求めてください。円周率は 3.14 とします。では解説をします。長方形の面積は上の式で求められます。ここでアタス、イタス、ウタス、エイコールをなので上のようになり、長方形の面積は 100.48 平方センチメートルとなります。よって求める長方形の横の長さは上のようになり、10.048 センチとなります。おまけ問題です。横の長さが20センチの長方形に直径が20センチの半円が2個描かれています。あの部分とイの部分の面積が等しいとき、長方形の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。